いやこれ超楽しみなんだけど、クワリアイデアサス、これ読み方調べたんだけど忘れちゃった。これやってくわ。めっちゃ譜面キモそうじゃない。いやこれ超楽しみ、この曲。いやこれね、もともと曲が結構なんかあの面白そうな譜面作りやすそうな曲してない、ニトロっていうのもあるし、だからおお、もう全部逆になったわ今。全部逆だわ、色が終わった。なんかでも理論上なんかそれ3本指ぐらい必要じゃない？大丈夫だった今の？レギュレーション的に、あ、3本指は別に出てくるか。ちょ、なんかなかなかアーキアでは見ない配置出てきてるね。いい、なんか楽しい。そう、このぐらいの、でも絶対譜面がキモいんだよ。あとアークめっちゃねじらささささささきそう。イデアささし、そういうことね。面白い、これめちゃくちゃ面白くない？これ見て、すげえじゃんこの譜面。だってさ、これ使用してないとできなくない？これさ、あの長押しってさ、これ話してもできるみたいな、そんな感じのあれがあるんだけど、これ使用してる人じゃないと絶対できないじゃん。面白い、この譜面。すげえこの譜面好きだわ。いやこれマジでセンスある。いやこの譜面すごい好き。これニトロなのかな、譜面作ってる人。いやめっちゃ好きこの譜面。あ、でわあ、すげえこの辺、おーす、おお、いやーすごい、いや、おお、待って、指取れた。終わった。ちょ待って、指骨折した普通に。折れた、骨折れた、マジで終わった。ちょ待って、骨折れたわ。めっちゃキモいこの譜面。うわこれ PM むずそう。なんか色濃かった今。何これ、これと、これでできてる。これなんか大丈夫、なんか縁、なんか深い、なんかすごい深い、なんか譜面深い、なんかやってるか、なんかすごい生きた心地、めちゃくちゃ深いやわ。首の皮1枚でつながってるみたいな、なんか全然深いやわ。なんか俺の求めてる楽しさじゃないこれ。もうここすごい、もう終わった。バキャバキャ、骨がバキ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 バッキャブル、終わった。ちょっとこれさ、これ大だ、これ使用し、まあ面白いね、これ面白いね、面白いわ。いやいい、この譜面すごい、星5を上げたくなっちゃう。いやこれすげえいいと思うわ。解禁してんのかなみんな、なんか意外とみんな解禁のスピード速いよね。なるほどね。でこれ順番に順番、なるほどね。めっちゃ面白いこの譜面。いやすごい好き。でも初見結構いけたね。いやあのね、エイプリルフールすぎ配置が。いや面白いけど配置エイプリルフールすぎこれね。いや僕ねこれめっちゃ好きだわ、こういう配置めっちゃ好きマジで。いやだからもう今後こういうの増やしてほしいんで。いやめっちゃ好きだわこういう曲、楽しすぎ。ちょっともう一回やるわ。クワリア、これなんていう、これ読み方調べたんだけど忘れちゃった。イデアサス、これだから最初こうやってやればいいんだよね。でこれ、これなんか正攻法とかでやってみたくなっちゃうね一回。だから長押しもしつつみたいな、だから3本指必要なんで今。正攻法でやってみたいよね。これなんか正攻法じゃなくて、なんかちょっとなんか小技っていうかさ、テクニック使ってるじゃないですかこの曲。だからなんか脳筋でやってみたいな一回、ガチで本当に全貌してみる、ロボットになってやってみるみたいな、やってみたいな一回そういうの。これ難しそう、あれがフルリコールと PM の差がなさそう。これめっちゃ、この辺はこうでしょ。これめっちゃ楽しいわ。でもなんかこの辺めっちゃ楽しいわ、楽しいっていうかなんかあれだわ、新鮮、やっててエイプリルフっぽいよね。いやこれね、本当はオリジナルだったら多分ニトロエイプリルフールにしてたんだろうねこれ多分ね。意外とエイプリルフールにニトロの曲来てないんですよ今まで一回も。意外じゃない、意外な意外だよね。だからもうこの曲来なさそう、ビヨンド来るってことはもう来なさそう。エイプリルフール、エイプリルフール来るやつはもうビヨンド来んのよ多分。でビヨンド枠のとこにさ、エイプリルフールの譜面あってもよくないと思うんだけど、ダメなのかな、まあ別にいいや。でここね、意外とでもここ通るのよね、ここね。ちょっと伝わって、いやこれ手元動画にすればかと、これ伝わってないと思うんだけど、これやってみて、てか画面でさ、みんな指でやってみて、パソコンで見てる人とか画面でなんかちょっと指でやってみてよ、これマジでおかしくなる。なんか指し絞れる、指がマジで。でここなんか色濃いよね。いやすげえ、なんかでもできると楽しいかもしんない。これでもギリギリなんか繋がってんだね、この下の長押しに、長押しにアークノーツギリギリ繋がってるから、アークノーツにめっちゃ忠実に押せば繋がるんだ。めっちゃ楽しいわやっぱ。いいわこの譜面、すげえいいわ。なんかあれみたい、いやファンメイドとはまた違うの、なんかファンメイドはなんかあれな気がする。アークノーツとかでなんか変な
見た目がなんかすごい面白いのが出てくる気がする。これやってて楽しいっていうのはこれエイプリルフっぽいよね。これアーキャっぽいよね。ファンメイドっぽくない。これは逆にこれはアーキャのニトロの譜面っぽい。なんかこのやってて楽しくする感じ天才だ。これめっちゃセンスいいわ。いやすーげー。ファンメイドもやったら楽しいとかあんのかな。これいいわ。この譜面すごい好き。いやこれめっちゃ楽しい。何回もやってた。これすごい好き。飽きるの早そうだけど、いやすげえこれ楽しいわ。フューチャーもこんな感じの譜面だったよね確か。いやすげえ。いやマジで好きだこの曲譜面。やっと PM した。聞いて、さっきもう一個精度ちょっと上ぐらいで PM したんだけど落ちたの。アーケア切れそう。オタク切れさせると怖いよ。で神奈川、ついでに神奈川電脳暗響も PM しといたわ。いやこのなんか右側のキャラクターなんか普通にケツ見えそうだから、なんか YouTube 的にバースやそうだからちょっとこのキャラはやめとこう。この曲のビヨンドめっちゃ来てほしいんだけど、これ分かる人いない。この曲のビヨンドめっちゃ来てほしいんだけど、これ分かる人いないかな。なんかね曲的には、まあ、普通に9とかあってもいいぐらい。まあでも逆に8なのがいいのかな。曲かっこいいのに8っていうのが逆にいいみたいな。これで9だったらもう普通すぎみたいな、そんな感じになっちゃうのかな。いや分かんない。これ9プラスとかで普通に来てほしい。曲めっちゃかっこいいんですよねこの曲。これ雪柳でしょ。あんまてかこの曲しか知らないんだけど、この曲すごいかっこいい。ハードコアすごい好きこの曲。なんかねこの曲ビヨンド来てほしい。なんかでもビヨンドってあれだよね。ビヨンドってさ、まあ割とだからそのあれじゃないですか、空気、まあ、今のところはね追加されてるのが空気曲寄りなのが、まあ一回ビヨンドってことで、まあなんか日の光を浴びるみたいなそんな感じなんだけど、今回プラグマティズムとヘブンズドアの解禁に神奈川とかクアリア使われてるんだけど、まあ、クアリアちょっと自己主張強い不明してたんだけど、神奈川とかそれ解禁のないステップに使われたら また空気のあれになっちゃうじゃん。言いたいことわかります。だからまあ神奈川ってまあ別に空気じゃない、無料だから、まあ顔は強いと思うんだけど無料だからまあ結構知名度は高いと思うんだけど、あのだからまあなんかグリバスとかと比べると空気局じゃないですか神奈川とかも。でもその空気局がビヨンドになることで空気局じゃなくなるじゃないですか一瞬でもいいから。なのにプラグマティズムのなんかその解禁のための材料に素材になってしまうとまた空気になってしまうと、それが私いかがなものかなと思うんで、もうなんか連続解禁やめてほしい。まあ、結論何が言いたいかっていうと、普通になんかワールドモードだるいねって話ですね完全に。まあ、ワールドモードだるいけど、まあ、それぐらいしてもらわんと私らの譜面はできんぞと、そういったあれなんでしょうね。譜面側からの挑戦状みたいな、そんな感じなんでしょうね。何言ってるか全然わかんないけど、まあでもそんな感じかもしんない。もしかしたらそんな感じかもしんない。タイコンタチンとかあれだよね、これなんか一昔前のタイコンタチンしか知らないけど、なんかね難しい曲解禁するのに100クレジット、つまり1万円を入れないとできないみたいな、すげえ金かかんじゃんと思ったんだけど、すげえもったいないのがその曲解禁するために花かっぱのスマイルって曲が1分とかしかないんだよ。だからその曲をめちゃくちゃやりまくって 100クレジットまで到達させるっていうねやり方やってるの見て、いやもうもったいなみたいな、いやもうただの作業になってるじゃん1万円作業ゲ、いやもったいなみたいな、なんかそんな感じになってるから、まあ、とりあえずビヨンド来てほしいですねこの曲の。いや待ってるわ、フリーフォールのビヨンドすごい待ってる。楽しそうじゃないこの曲のビヨンド。いやそんな感じで終わっていこうかなと思います。ありがとうございました。チャンネル登録は左側のこちらのねジャケットクリック、この人のジャケットのパートナーとかもよくない。そんな感じで終わります。さよなら、バイバイ。